はい、どうも、アンダーソンです。今日も始まりました、ぬるくら、ぬる歌中年マイクラ始末。この動画は、私、アンダーソンが、マインクラフトのサバイバルワールドで、ぬるくスローライフを送るという、そういう動画でございます。ですね、前回からね、もう少し前か、前々回くらいかな、シェーダーパックを入れてですね、その見た目にね、私がちょっと慣れるためにですね、ぬるい回を続けております。で今回もね、ちょっとぬるくいこうと思うんですが、ぬるいっつってもね、前回のようなね、ただ木切るだけの動画っていうのもね、ちょっとさすがにあれなんで、少しはね、皆さんのね、お役に立つようなものを作らないとね、意味がないということでね、今回はね、とある自動装置をまた作ろうと思います。まあ、装置といってもね、バグ技を使ったりとか、レッドストーンとかを使ったりっていう装置でもないので、誰でも簡単に作れると思うんですよ。で、簡単に作って、簡単に使えて、で、非常に便利だということでね、そういうね、お役立ち動画になれば幸いでございますよ。それでは、建築場所に移動します。ぬるくら。はい、というわけでね、ここにまあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、牛さん焼き焼きがね、もう、焼ける寸前ですね、あの子たちね。また、ちょっと子供を増やさないといけないんですが、このね、的なり、こっち側ですね、ちょっと大きさ、画面の大きさが変わっちゃって見づらかったかもしれないですけど、この辺りですね、この辺りに隣接して作ろうと思います。少しね、横幅が違うのかな。サイズ的にね、5×5 なんで、少し出っ張る形になりますね、後ろか前か、一マスずつ出っ張らしてもいいかなという気がしてます。じゃあちょっと作っていきますね。余談ですけど、なめ石でやっぱり作ろうと思ってるんですね。同じような質感にしようと思ってるんで。で、現在そのなめ石が焼けておりません。いくつかあるんでね、手元にあるやつでガンガン作ってって、足りない分はね、また追加で作っていこうと思います。はい、ではね、お手本を見ながら作っていこうと思います。お手本の方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらから気になる方はね、見てもさっさと作っちゃおうっていう方はですね、それでもこの動画見ていただきたいですが、参考に作っていただけたらと思います。さっきも言った通り、ツラゴマスなんですね。で、あれの、こういう感じになるのかな。ここに石を置いて、チェストをここに並べる感じですね。さすがにここでチェストとかいうギャグを言う勇気はありませんね。で、どうなってるんだ。こう。で、チェストを並べる前にホッパーをね、6つ。チェストに向けてね。こういう感じでホッパーをつけます。結構ホッパー使いますね。でホッパーって結構鉄使うんですよね。僕はね、幸いね、結構裏で真面目にブランチマイニングやってるんで、そこそこ鉄はあるんですけど、大丈夫かなガチで隣接する感じで作ってるけど、ちょっと失敗。それよりも、なめ石の足りなさが加減がもうやばいですね。第一段階としてはこんなところですね。で、次にホッパーの上はですね、アフブロックで埋めます。これでね、この上に落ちてきたものがこのホッパーの中に入って、ホッパーからこのチェストに入るっていう寸法ですね。で、この手前にガラスを並べるんですが、ガラス、あれ？空色のガラス。ガラス後でまた取りに行かなきゃいけないですね。全部青色で持ってきたつもりだったのにな。もろくしてんな。はい、いや、
第2段階としてね、こういう感じですね。では、土をね、ここに置いて、ここの上の段を埋めていきますね。で、ここのね、真ん中にね、ディスペンサーを置くんですが、これ、向き合ってるかな？あ、この向きですね。で、手前はガラスで固めると。そして、さらに、ディスペンサーの前をね、こう塞いで、で、塞いだ両サイドですね、から水をダバーっといきます。これで、色が違うのはお分かりだと思うんですけど、ここのね、ハーフブロックのね、ああ、もう飛ぶな。このハーフブロックのね、この上の部分がね、空き空間になるんですね。ここの空き空間がポイントです。で、作業を続ける前に、実はホッパーがもう一個行ったのが、今発覚しました。取ってきます。はい、ではね、ホッパーを取ってきました。このホッパーをですね、ディスペンサーの上に設置します。うまくいかねえもんだ。湧き潰しの松明をねつけていたので、それをね外すことになるのはちょっとあれなんですが、またね、新たに湧き潰しをせんといかんですね。高さ的にはこうでいいかな。すげえな、あっちゅうまだ。ガラスでなくてもよかったな。はい、上から見たらこういう感じですね。はしごだから今一番上に通してるけど、どうしようかな。ここに向けてはしごをこの裏からですね、ホッパーに向けて卵を落とす感じなのかな。卵を落とすって言ってる段階で何作ったかもお分かりですよね。これ下から届くのかな。あ、見れますね。じゃあ端はなくてもいいな。はい、というわけでね、こういう形でできました。完成までは割とあっちゅう間でしたね。もうお察しのいい方はお気づきだと思いますが、鶏肉自動装置ですね。村人にですね、一人肉屋がいて、ずっと鶏肉欲しいって言ってたんですね。やるのは忍びないんですよ。なので、手をよこさずに死んでいただくことにいたしました。で、卵さえあればね、誰でも楽にいける装置なので、ちょっと軽くご紹介させていただきましょう。先ほどご説明した通り、ハーフブロックの上が半分空いてるんですね。で、その上が水が埋まってるんですが、鳥が生まれた直後のヒナは 0.5 しか身長がないので、ここで溺れたりすることはないんですね。
で成長したら一マスになるので窒息死して死んだら羽と鶏肉がですねこの中に入ってくる。そして卵はこんなにたんまりあるっていう。今までね正直卵を僕使うことがなかったので持て余してたんですよね。それをねこれでさあ生まれたかな。ホッパーからディスペンサーこれディスペンサーにね入ってディスペンサーの卵が剥かれていくはずなんですよ。あれ？これお手本通りに作ってるけどもしかしてディスペンサーから剥かない？いやそんなアホな。増えるばっかりですね。もしかして設計ミス？ディスペンサーの前にあった石は実はいらないのかな。お手本に忠実に作ったんですね。あ、減ってます。え、減ってないか。20のまんまだよこれ。吐かないな。そうでしょ。吐かないですね。卵吐かないと壊れないもんな。え、なんだろうこれ。で、ここにファイルをセットしなきゃいけなかったんですね。なんだっけ、コンパレーターを逆だ。コンパレーターを矢印が手前に向くように置かなきゃいけないらしいです。なのでこうかな。で、リピーターをコンパレーターとリピーターはあれなんですよね。以前ねあれをゼロテックパルサーをね作ろうと思った時にいっぱい作ってたんですがね。今発射される音がしましたね。1個だけ発射されてますね。これがどうなればいいんだ。あ、卵が入りっぱなしになってるから悪いのかな。ちょっと一度全部卵を引き上げます。で、まあ、消えましたね。だからもう、やっぱりそうだな。卵は入ったのを検知して
卵を吐くんだ。なので卵を入れるのにやっぱり登んなきゃいけないからはしごがいるんだな。あ、でもあれですね、わざわざそれだったらこっち側から登んなくてもちょっとめんどくさいですけど、ここ登っちゃえばいいですよね。ここを登って、ああ乗れたけど。あとは育って勝手に窒息してくれるのを待つと。鬼のような。ここから狙える、あ、狙えますね。さあ、これで毎日裏クロがちょっと楽しくなりますね。やっとできた。やっとできたっていうか、結局私の見落としですね。はい、というわけでね、結局ね、自分がちゃんと資料を 見ずに作ったがために、うまくいかなかったという、自動鶏肉製造機が完成いたしました。ありがとうございます。ですね、本当だったら、さらにね、天井にですね、ホッパーを入れて、種をたくさん入れて、鶏をね、早く成長させるっていう装置もあるんですが、そっちについてはね、まあほっとこうかなと。どうせほっといてもでかくなりますからね。それより卵ですね。卵をこれからね、豆に採集して、卵からたくさん鶏を産んでもらってね、その鶏で、肉屋と交易をしたいと思います。で、肉屋の交易もですが、それも含めてね、今後、装置のね、実際の経過っていうのをね、また報告できたらと思います。次回こそ、旅に出ますよ。はい、ね、前にもお話した通り、アカシアのね木をね持ってきた村は、皆さんも動画でご覧になったと思うんですが、草原の村とね砂漠の村はまだご覧になっていないと思うので、でアカシアの村にしてもね、このシェーダーパック入れてから行ってないので、どんな感じかっていうのをね皆さんと一緒に見れたらと思います。めっちゃ見てる。もうね、ここで締めをね喋るんでね、もうこの川崎屈指2人はもう締めの時のレギュラーみたいな感じになってますけどね。彼らとは攻撃したことないですね。あまり川崎屈指っていらないんですよね。何かね川崎屈指とね攻撃したらこういうのが手に入るという情報があったらコメント等で教えていただけたら幸いでございます。ついでに高評価ボタンとかチャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、今日の動画はこれで終わると思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。レギュラーみんな画面画角からいなくなっちまった。どうも、ユキアルグイスアリです。拠点以外の村を回ってみるみたいですね。家庭訪問、次回、拠点以外の村々。それでは皆さん、ごきげんよう。